モシリュウの上ワンコツの化石モシリュウは1978年に岩手県岩泉町のモシで発見された恐竜化石である。竜脚類の上ワンコツの一部が発見された。化石の状態の悪さから種童貞も記載もされておらず、学名はない。モシリュウは通俗名である。日本では1934年に 当時日本領であったカラフトからニッポノサウルスが発見されていたが中世代には日本列島は形成されておらず大部分が海で恐竜は生息していなかったので日本では恐竜化石は発見できないとの先入観が学会を支配しており恐竜化石は探求されなかった1960年代には九州で カモノハシ恐竜の化石の産出が1970年代には北海道で大型肉食恐竜とされるエゾミカサ竜の発見が報じられたが、前者は哺乳類の化石、後者はモササウルスの化石を誤認したものと判明した。モシ竜は日本国内で発見された化石としては初めて恐竜と確定したものであり、これにより日本でも恐竜化石の存在が認められ、 その後の全国各地での恐竜化石発見のきっかけとなった。モシ竜が発見された地層は、白秋前期に形成された宮古層群であり、旋海から淡水域にかけて堆積した地層である。この宮古層群の南体動物化石の研究を行ってきた東京大学理学部教授と調査に同行した国立科学博物館研究員の二人が発見者となった。 化石点のために日本に持ち込まれていた中国のマメンチサウルスと比較した結果、禁煙であるとされた。当時、マメンチサウルスはディプロドクス化に分類されており、模シ流も長らくディプロドクス化に含まれていた。ところが、その後の研究の結果、マメンチサウルスは首が長いという共通点はあるものの、ディプロドクス化ではないことが明らかにされた。さらにマメンチサウルスは、 ジュラキ中期の恐竜であり、モシリュウが発見された地層の年代と合わない。また、モシリュウの化石はあまりに保存状態がひどく、詳細な分類上の特徴を有しないなどの理由から、現在では所属不明の竜脚類とされている。実物化石標本が国立科学博物館に、レプリカが岩手県立博物館に展示されている。ありがとうございます。